本ソフトに収録されている怪談は、実話に基づいて構成されております。本ソフトをプレイすることにより、霊現象など不可解な体験をなさっても、弊社では一切責任を負いかねますので、ご了承ください。オルゴール。S さんは高校時代の美術の先生に久しぶりに会った。それが縁で先生の家へ遊びに行くことになった。立派な2階建ての一軒家。お茶を飲みながら話も弾んだ頃。そうだ S さん、実は妙なものを買ったのよ、と先生が言う。この間旅行に行った時、古道具屋の前を通りかかったら、どういうわけか急に入りたくなってね。それで店に入ると、真っ先に一つのオルゴールが目に飛び込んできて、見れば見るほど音が聞いてみたくなって買ったの。うちに帰って聞いてみると、これがまた綺麗な音なの。ところが何回か聞いてるうちに、メロディーに混じった雑音に気がついて、あれなんだろうと、もう一度聞いてみたら、さっきより少し大きくはっきり聞こえるの。その雑音がどうも男の声のように聞こえるのよ。先生は立ち上がると、隣の部屋からそのオルゴールを持ってきた。一抱えもある立派で大きなものだった。ちょっと聞いてみて。先生は膝に抱えるようにしてネジを回し始めた。と、オルゴールからきれいなメロディーが鳴り出した。先生、男の声なんて聞こえませんけど。一度目はね。もう一度ネジを回した。別に何も。いや、聞こえた。オルゴールの音とは全く別の低い音。男のうめき声。何ですかこれ。本当でしょ。またネジを回す。綺麗なメロディー、その中にさっきより大きく鮮明な男のうめき声。機械から出る音ではない。これは肉声だ。もういいですよ先生。先生は構わずネジを巻く。またメロディー。そしてこれまでで一番大きなうめき声。その瞬間、天井からものすごく重い音がした。そして足音が天井を走り回り始めた。その度に家が揺れる。先生やめてください。驚いたまま固まっている先生。はっとしてオルゴールを止めた。
2階の音もピタリと止んだ。先生、2階に誰かいるんですか？先生は蒼白な顔色で天井を見上げている。いいえ、私は一人暮らしよ。怖くなった S さんはすぐに帰ろうとしたが、帰らないでと随分引き止められた。先生、これもう二度と聞かないでくださいと言い残して家を出た。 S さんはその家へは二度と行く気がしないという。